長、フォルテです。シュマです。先生、こんにちは。前回先生、リーチのためには結構一生懸命弾かれてたと思うんですけども、はい、先生あんまりね、練習をね、前の時やってなかった曲だったので、次回こそは月光の三楽章が先生からやりたいって言ってたので、一応ね、一応あの、はい、学校のテストで弾いたことがあって、あの難しい対局を先生、まあ大体、まあ四捨五入して弾いたって感じ。四捨五入して、切り捨てちゃったの。音符を切り捨てる。ポッてやってたの。そう、そんな感じの感じ、弾かせていただいたんですけど。弾かせていただいたということで、今回ほんならね、ベートーベンの月光、三大ソナタの一つの曲、ベートーベンの月光をね、簡単にごレッスンしていきたいなと思うので、よろしくお願いします。まあ僕もどんな感じの演奏になるか全く聞いてないので楽しみにしております。塩田さんが弾けるところまでやってみたいなと思いまっちゃ。お願いします。それではレッスン、はい、座りましょう。座りました。先生ありがとうございます。座りました。この度塩田僕のピアノに座りました。ありがとうございます。それでは早速月光弾いちゃってください。弾けるところまでで大丈夫ですよ。手が震える。ガクブル。おお。次行ってみようか。ここ行ってみる。マジ弾けない。もうちょっと弾けると思ってた。そうだね。手が全然弾いてないから回ってない。本当に弾けないかもしれない。あ、結構最近じゃないですか。だから練習しなかったら弾けなくなる。うん、まあそんなもんよね。俺もそうです。あの先生、やっぱちょっと弾けなかったんで、うん、あの最初の練習法、うん、この印象的なところの練習法を教えてほしいんです。へへ、任せまっちゃ。ちょっといいですか。これってで実はただのアルペジオみたいなもんなんですよ。うんうん、このソドミソの和音のもう分散されただけの音型なので、もうそんな難しいと思わずに、これがこう持って弾くと弾きやすくなるから、まあ、練習の時はゆっくり。これができたら、だいぶ昔ぶりに弾いたけど、これ難しいと思わずに、もうこう。分散してるだけだと思って、ゆっくり、もう、もう早くなんて弾けないんだったら、ゆっくりも弾けません。ゆっくりで弾けるテンポがどんどん速くなったら弾けるようになるから、最初はもうスーパースーパースロちょっとやってみよっか。ゆっくりでいいよ。いきまーす。早い早い。それ早いと思うな、先生。早い。うん、もう少しゆっくり。難しいでしょ。これゆっくりがね、弾けたらね、
もうあとは速くするだけだから、うん、ゆっくりが弾ける人っていうのは、うん、速くも弾けます、うんうんうん、言い切っちゃいます。速く弾ける人は弾けてないですね、うん、そう、速く弾けてなくて、もう弾けてない人はもう全く弾けてないです、うん、それは私でした。ということで、こんな感じでゆっくり練習してみてください。なるほど。だったら次はここの時も、うん、あんま難しいと思わずに、左手が結構実は難しいんですよ。これなんていう音型か知ってますか？アルベルティバスって言うんですよ。なかったです。アルベルティバスっていう、そのアルベルティさんって人がおって、まあ古典派の人だったかな。このね、音型をよく使ってて、ベートーベンも取り入れたと言われてます。モーツァルトとかでハイドンとかでもたくさん出てきます、この音型、うん、アルベルティバスっていうので、ぜひともみんなチェックしてみてください。だから言ってしまえば、このソシエというただ和音の、もうバラ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 しただけだから、考えずに、うん、そんな考えずにゆっくり左でやってみましょうか。左手、うん、左手だけで大丈夫です。 OK です。ゆっくりでいいですよ。あ、今ソーソレティルトレ、ソレシレソレシ、いいよ。あらるでごしゃれ、そう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 、あそうそうそう、今転んじゃったね。こういう練習をゆっくりしてください。じゃあ例えばソを置いたまま、ゆっくりソレシレ、レシレソ、こういうことだったり、逆にレにアクセントだったり、そうそうそう、これができるようになったらゆっくりやりますと、こういう左手の練習ができるようになった。あと2は右手と左手で両手でやってみます、はい、その時にも超ゆっくり、いきなり下だから声引かないように、こんなこんなテンポでいきましょう。弾けるかな。難しいんだこれ。どうに悪い先生これ、まあ、こんな感じで、ね、ゆっくり練習してください。やっぱできないと思ったら左手中心の練習プログラムをやってみてください。で、左手中心の練習プログラムはこうやって一拍ずつ終わったりとか、レシでソを置いたもん。だったら次はシを置いた状態で、シを置いた状態で難しいんだこれ。やってみて。何、死を置いた状態で、うん、難しいよ。指の独立。難しいよ。難しい。それが指の独立に少しでもね、つながるような練習法って言われてます。なるほど。頑張ってみてください先生。ありがとうございます。頑張ります。こんな感じでね、少しでもね、効率的な練習法がね、分かってもらえたら、かなりね、上達への近道になるかなと思うので、ぜひとも頑張ってみてください。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ先生、ここまで見てくれた方、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ結構難しい曲なので、かなり星は高いです。星もう100個ぐらいありますですが、先生頑張ってね、やってたので、皆さん拍手とグッドボタン今押してください。ありがとうございました。ありがとうございます。まずいや先生、先生はね、実はオペラ歌手で、まあ僕の歌のレッスンとかをね、過去にしててくれてたので、先生と僕は呼ばせていただいておりまっちょ。でね、実は先生にオペラを習った映像とかがあるので、それもぜひチェックしてみてください。で、概要欄の方に塩田の先生の
あの、動画を貼った、動画というか、チャンネル貼っとくので、ぜひともチェックしてみてください。お願いします。先生、オペラ歌手でかなり歌も上手なので、ボイストレーナーもしてるのでね、ぜひ、歌が上手になりたい方は、塩田先生に連絡を送ってみてください。待ってます。それでは、バイバイ。バイバイ。